ピンスは朝鮮半島の評価。小豆きあんを使ったものはパッピンスと呼ばれる。朝鮮語でパは小豆、ピンスは氷水を指す。その名の通り、当初は削った氷にあんを合わせた氷小豆のようなものだった。日本が統治していた1910年に兄部健介が朝鮮半島で初めての製氷工場である。 富山製氷冷蔵株式会社を建てたことから、それ以降に普及したものと考えられる。近年は様々なアレンジがされ、アイスクリームや練乳、いちごや、キウイや、バナナなどの果物、フルーツシロップ、小さなトック、きなこ、硬いゼリーや、シリアルなどが乗せられ、屋台でも売られている。パッピンス以外には、抹茶味や、コーヒー味といった、様々なバリエーションがある。 盛り付けを上から崩して食していく日本のかき氷とは異なり、盛り付けと氷をビビンバのようにかき混ぜてから食す。ピンスは朝鮮半島で人気があり、大韓民国の多くのファストフード店でも扱われている。現地のケンタッキーフライドチキン、マクドナルド、ロッテリア、バーガーキングが早ければ4月からピンスを売るのに対し、アイスクリーム、 ヨーグルトチェーンのピンクベリーとレッドマンゴーは1年中発売している。また、ロサンゼルスのコリアタウンでも人気である。2017年頃にはタイへ上陸し、ピンスから、ビンスーと呼ばれ、短期間で浸透している。W、同産エンサイクロペディア、2009年8月29日、閲覧。二川新聞、2014年7月1日閲覧。パークス、 Me, Love It, ヘ a h Hate It, アンタルクティカゲッツアンダーシェフ、エス・スキン。ジュング・デイリー。2008年11月12日閲覧。A ゲームオブトップディス・イン・フローズン・ヨーグルト・オーズ、ロサンゼルスタイムズ、高田ネオミ。パッピンス派生、瓶数が定着しすぎて、日本料理と勘違いされている。コリアワールドタイムズ。2021年2月18日時点のオリジナルより。 アーカイブ2021年2月18日閲覧パッピンスに関するカテゴリーありがとうございます。